斉藤選手は新宿の柳茂丸店の、ブリブル最強タッグ決定戦決勝戦です。さあ前方で出てくるのは南さんじゃなくて総司さんのバルケンハインと、地蔵さんのバング、バルケン対バング。第1ラウンド、さあ、黒幕はバングが前衛から攻めて、さあ、おじいちゃんに毒がついている。さあ、切り込みに行ったところにビーク着置いてあって、さあ、エリアで揺れて1800、コマ投げ通して、さあ、まとまったダメージを取っていく。もう一回コマ投げ、さあ、50% 溜まって、もうさあ、体力残り何か触れるだけで死んでしまう。まあ、このバルケンの崩しの能力、さあ、中段立って、さあ、バーキャンでくる離していく。さあ、バング側は特に焦る必要もないが、体力どっと、さあバルキン側はなんとかして触りたい、触ったらなんとかできる感じ。レール締めて、さあゲージがないので思いっきり攻める。さあガーキャン、さあおじいちゃん、さあ1ラウンド目は 6B で地蔵さんが一発選手。さあラインアウトはバルキン側が攻めている。さあ助け当たって、さあビークが当たっていい助け、さあ元見せにカウンターして、元見せにカウンター、ここでバースト、ラグビーバーストできなくて、さあ引き逃げからのワンコンボ2083。さあ体力は今回はソウジさんのバルケンハイガーリード。さあ次カウンター、さあ2ラウンド目は総司さんが取り返して、さあ第3ラウンド、空対空中、さあ総将がカウンター、バースト使わざるを得ない、大谷たちにかなり強い。さあから6シーンエリアル、コマ投げ通して、ここでバースト。さあ大谷ゲージが満タン、ジェリー送らせて、ジェリーが当たってカウンターヒット、ジェリーパンチリー。さあこのディレイの書き方がすごい、アシュラが当たっていない。さあ釘の本数が少ない、さあはいエリアル、さあもうね王手をかけたのは総司さん南さんチーム。ここで出てくるのは南さんのラーゲナとエッサのカオカか、さあ食い止めることができるのか。
く J リーグ高校の J リーグカウンターから画面端いらっしゃいませ。さあ空だからの JB 見えずにここでバスト。さあ2位からリバイダー画面端、さあ6位で体育を取ったがここ行けずに体力は大幅田岡がリード。さあジェリーから ZZZ、 さあ6位カウンター、リーバイダープラッツサイズガードしてプラッツサイズ、さあごちゃごちゃしたところで田岡が側バースト、関心ゲッチに対しては JF へカウンター取っていく。さあ田岡のさあ下が A から崩してちょっとここ見せてしまった。さあ JB から当たってタイムギリギリで一本取ったのが南さんのラグナ。さあ王手がかかった。さあしゃがみからここで、南さんバースト。さあ G カウンター取ってここでリバイダー。さあ投げ通すパーです。タッチビーヘルズ、タッチビータッチリバイダー、キャッシュが弱というので当たらない。さあここでエッタがバースト。さあ俺はしっかり見ている。リバイダーで割り込んでバックスピンはタッチビー刺さって、勝利したのは南さん、掃除さんチームです。おめでとうございます。はい、ということでですね、